ユーロキプリア航空はキプロスに存在した航空会社である。キプロスのラルナカ国際空港を本拠地とし、欧州13都市に就航していた。順ハブ空港は同じくキプロスのパフォース国際空港。ユーロキプリア航空は1991年にキプロス発のチャーター便の航空会社として誕生した。1992年5月に最新鋭の エアバス A320 を2機体制で運行を開始し、2001年にはチャーター便だけでなく定期便の運行も始めた。2003年営業以来使用していたエアバス機にその後新たに加えていたエアバス機の A320 の合計4機をキプロス航空に売却し、新たに購入した4機のボーイング737に置き換えた。ユーロキプリア航空はもともと キプロス航空の完全な子会社であったが2006年6月キプロス航空がキプロス政府2342万5000キプロスポンドで売却している。これはキプロス政府が国のキャリアフラッグの状態に警鐘を鳴らしたことによりキプロス航空の危機的な財政状況を打開するための冒険的な利益捻出策であった。 ユーロキプリア航空自身も旅重なる財政難に襲われており、キプロス政府は2010年にはキプロス航空との合併を模索したが不調に終わり、最終的には2010年11月4日、破産、11月13日にはすべての運航を停止した。A ブリストル国際空港に到着した B737 型、キラルカナ国際空港発着便パフォス、 国際空港発着便破産当時、ユーロキプリア航空は6機のボーイング737を保有しており、6機それぞれが違う色の垂直安定版を持っていた。下記は左が登録番号で右が安定版の色。http www.kiprosmail.com aviation ユーロシプリアボンブシェル20101104ありがとうございます。